練習生情報、イエーイ。じゃあちょっと今日ね、練習生を呼んでるので、ご紹介したいと思います。なるほど、この方です、どうぞ。よっ、お願いします。すいません、練習しゃがんでからでお願いします。ああ、見切れてると思う、ね、見切れてると思うからね。ですね、練習生させていただいております、小谷と申します。よろしくお願いします。小谷くんです。小谷くんです。なんかの前のチャンネルでもね出てくれたと思うんだけど、ちょっともうまこっちゃんがもうすでにね、もうたまらんっていうような状態で、たまりませんっていう状態で、さっきあの言って、あの言ったじゃん、あの蛍光カラーが、あ、そう、ここの人、どこかしらあるこいつなんですけど、この人です。あ、今日はあの、ね、ちょっと靴見せてもらっていいかな。こんな感じで蛍光イエローということで、蛍光イエローなんですよね。すごいな、今日も目にうるさいな。すいません、ね、やっぱり蛍光好きなんだね。好きなん、大好きですね、はい。あ、じゃあちょっと質問なんですけど、はい、どんな練習をしてるんですか、練習生。まあ、最初はですね、ストレッチから入って、うん、まあ、選手によってもこんな異なるんですけど、基本は、うん、まあ、マット運動、うん、あと受け身やらせていただいて、うん、その後に選手によって変わって、選手によって変わる、はい、選手、そうですね、教えてもらう選手、田尻選手、明選手によって練習は変わるんですけど、うんうんうん、まあ、基本の投げ、うん、あと基本の打撃の練習やら、ロープ使っての練習やら、うん、あとスパーリングをやって、うん、2時間練習させていただいております。なるほどね。あと時折トレーニングさせていただいて、時折、時折、はい、トレーニング、基礎体力の向上もさせていただいております。はい、普通に練習の内容をね説明してるだけなのに、もうまこちゃんがね、もうたまんっていう顔してるんですよ。申し訳ないです、すいません。辛抱たまらんっていうようなね顔をしてるんですよ。練習生のモチベーションはどうなの？モチベーションですか、うん、もう今度11月、うん、いつになるか分かんないですけど、寮もできるんで、本当にモチベーションすごいアップアップしてますね、うん、アップアップしたアップアップしてアップアップして10月のアップアップして、なるほど、10月の大阪工業、うん、そして後楽園工業に行って、みんな一丸となって頑張って、うん、行っております。はい、ちょっと小谷君、今メガネ取ってみるか。はい、あ、いいね、じゃあ、小谷くん的には、練習生の中で、誰が好きなの？好き？練習生練習生の中で、この人気ナンバーワンの練習生、小谷が、一押しする。一押しする。練習生、練習生。ああ、もう。小谷くんがアップアップとか言うからですよ。練習生の中でですか？あ、すごい即座に対応していくね。練習生の人気ナンバーワンなら有名だ、ここに。すいません。練習生の中で一番好きな方ですが、篠瀬さんっていう方がいるんですけど、うん、その人は今、まあ、ブログの方でも、うん、いろいろ書かせてもらってるんですけど、うん、36歳でプロレスラーになろうと目指している方で、なるほど、すごい。もう練習の時でも一番頑張ってるんじゃないかなと、上から見てるんで申し訳ないですけど、はい、小谷くん一番じゃない、自分一番じゃない、いや、あの気迫さには負けますね。ただ、自分もそれを超えるように頑張って練習してる。なるほどね。なるほど、はい、なんかまこちゃん聞きたいことある？さっきから辛抱たまらん顔してるけど、もう、はい、小谷さんに似てません？俺使わせてもらっていいですか？あのキャラクターですか？ちょっと大谷君前に出てもらっていいかな？はい。あ、似てるわ。似てますか？嬉しそうだね。いやー、ありがたいですね。なんかそういうキャラクターがいると。キャラクターがいると。すっごいさ、うちさ気になってたんだけどさ、はい、なんでそんなに黒いの？お、どうです？私が言うのもなんだけどって。あ、私が言うのもなんだけど。それはちょっと自分も親から聞いた話なんですけど、うん、自分未熟児だったんですよ、生まれた時。あららら、はい、その時に、うん、声引きに入れられたんですよ、うん、その時の温度設定を間違えたんじゃないかな。ちょっと今回に入ってきたな。この
このね、自信たっぷりのネタはね、これか絶対に過去に女の子とかにね、あの話したことある、これ鉄板ネタ認定してるんですよね、これ。まあね、まあこうね、まあ、練習生情報、はい、こんな感じで、うん、シュリザイル、最近、うん、あ、そういえば今日いない、そう、今日まあね、オープニングはオープニングはいるけど、ちょっと、まあ、去っていっちゃったんですけど、うん、人気急上昇中のシュリザイルなんですが、そうなの、うん、そうだよ、うん、なんですが、うん、ちょっと新しいね、うんうん、ユニットを作ろうと思っていてですね、幅広いね、幅広いね、名前が、うん、スマッシーズを、スマッシーズ、なんかそれっぽいでしょ、うん、スマッシーズなんだけど、入りたい、お、入りたい、入りたい、じゃあまこっちゃんも、まこちゃんも入れてダンスして、うん、自分もえスマッシーズ入りたいです、はい、よろしいですか、ね、じゃあやろうやろう、はい、多いなぁ、大谷も、大谷も、はい、頑張っていきましょう、スマッシーズ、はい、スマッシーズ、あともう一人は、まあ、シュリザイルの、まあ、どっちか、どっちかを入れて、うん、まあ、この4人で、うん、スマッシーズ、うん、次の回の時にオープニングで、あら、4人で踊っちゃうので、初披露、大谷君の方はこうダンスの腕とかどう、ダンス、いやちょっとですね、うん、学生プロレス時代にですね、うん、あのとマグナム東京、そのダンスを踊った経験もあるんで、うん、あららららら、得意なんですよ、得意なんだ、こうご期待ですよ、こうご期待だね、ちょっと一回今眼鏡取ってみようか、あーということなんですけれども、うん、やる気満々だよね、うんうん、この4人でやっていくので、みんなご注目ください、次のシュリチャンネル、ご期待、よろしくちゃんです、おお、今見せちゃう、踊っちゃう、ちょっと来週の楽しみ、あ、来週の楽しみ、来週の楽しみか、来週の楽しみでいきますかね、うん、じゃあちょっとまあこんな感じで締めたいと思います、うん、あら、今日もおしまいで、もう今日はおしまいで、はい、じゃあ小谷ちゃんもシュリチャンネルで、はい、わかりました、はい、お願いします、皆さんもよろしくお願いします、はい、じゃあ皆さん今回もありがとうございました、はい、せーの、シュリチャンネル、メガネ取れ、メガネ取れ、メガネ取れ、はい、どうも